2023年6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は4ヶ月を経過したね。これまでのところはロシア軍の反撃が頑強であると見られ、ウクライナ軍の進撃速度は当初の想定よりも遅れているとされているぜ。さて今回はウクライナがトクマク奪還を目指すのか否かについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はいくつかの攻撃軸から反転攻勢作戦を展開しているけど、その中で特に反転攻勢作戦の主攻と見られている南部ザポリージャ州の戦線では、オレホボから南にある鉄道交通の要衝トクマク奪還を目指すとされ、この攻撃軸には新型の戦車や歩兵戦闘車などが配備され訓練を重ねてきた。ウクライナ空中機動軍の第82空中強襲旅団と第46空中強襲旅団及び陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団が配置されているよ。この第9軍団は、西側諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車と、アメリカ製のストライカー装甲車を先頭に押し立ててロシア軍が構築した塹壕というの派と呼ばれる。対戦車防御用障害物などによる防衛ライン突破を目指したが、その後方からは射程の長いイギリス製の主力戦車チャレンジャー2やドイツ製のレオパルト2のなどの戦車によって火力支援を行う戦術を取り、30に構築された防衛ラインのうち1番目のラインを突破したことが伝えられているんだ。これに慌てたロシア軍は第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に第 2.5 とされる防衛ラインを構築し、さらにこれまで東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州北部に展開しているロシア正規軍において、最精鋭部隊とも言われている第76新鋭空挺師団をトクマクからウクライナ軍に奪還された、ロボケネに至る戦線に移動させて配置したぜ。このロシア軍の第76新鋭空挺師団は、昨年のバフムート占領後に後方に配置され、再編を急ぎながらも予備戦力の後備えとして最前線の支えとなっていた部隊であったが、ロシア軍司令部は南部戦線のザポリージャ州におけるウクライナ軍の進撃を食い止めるためにこの精鋭部隊を配転したってわけだ。そのためかここ数週間はザポリージャ州の戦線からの情報が乏しくなっており、ウクライナ軍とロシア軍のどちらが優位とも判断がつかない一進一退の激戦が展開されている可能性があるとの見方が出ているな。その中で日本のとある軍事評論家が、ロシア軍の内部情報として次のような内容の作戦行動がメディアに流れたとしていて、その作戦行動とは9月4日、ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は、トクマクの防御を犠牲にしてメリトポリとベルジャンスク防衛のためにロシア軍を温存したいと述べたとして、メリトポリでのロシアの防御を強化するため、ロシア軍をメリトポリに撤退させるというものなんだ。その上でこの軍事評論家はこの情報を要約するならば、ロシア軍は戦術的要衝であるトクマクから早々に撤退して、メリトポリとベルジャンスクの守りを固めるということだとした上で、この情報が漏れ伝わったことについては意図的な意味合いが強いとして、フェイク情報を流すことが常套手段であるロシア軍による罠である可能性が高いと指摘しているよ。そして、もしこれが罠であるならば、メリトポリ奪還を目指すウクライナ軍の第9軍団は手薄になったトクマクの奪還に全戦力を注ぐ動きに出ることが予想され、防衛ラインを強化して待ち構えているロシア軍の反撃を受けることによって、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の主力がすり減らされる可能性があると指摘したみたい。ただ、このゲラシモフ参謀総長の発言については真実であることを裏付ける情報が皆無であり、その信憑性については定かではない上に、実際にザポリージャ州に展開しているロシア軍に何らかの動きが見られるとの報道も全くないことから、そもそもゲラシモフ参謀総長が本当にフェイク情報を流したのかということさえも疑われているぜ。またこの軍事専門家は軍事作戦で最も難しいのは撤退作戦であり、敵に背を向けて逃げるということは、精神的な観点から見れば兵士は浮き足立ち、我先に逃げようとして部隊が瓦解する恐れがあると述べていて、敵に向かって攻撃するときは、銃口と攻撃方向が一致するが、撤退するときには、銃口と進む方向が反対であるため、
銃口を敵に向けながら自分の後方に逃げなければならず、このように敵も逃げる方向も同時に見て行動することは非常に難しいとも述べて、ロシア軍がそのような困難の中をあえて撤退することは考えにくいというぜ。しかしながら、そのような状況は敵の存在を目視しながら撤退する場合であり、敵との距離がある中で部隊を撤退させる場合には、航空機による空爆や砲兵などの火力支援の下で移動するため当てはまらないと指摘する声があり、この軍事専門家の見解を疑問視する声が多いらしい。この軍事評論家はさらに、撤退するときに、最後まで敵に接して戦う部隊は、最も精鋭の部隊が担当するもので、撤退を実行する直前まで秘匿しておかなければ混乱が生じて、防御は簡単に瓦解してしまうため、守りの部隊には撤退を絶対に公表しないし漏らすこともないとしているけど、これは思考が軍事理論に則った正常な軍隊における考え方であり、昨年2月24日の侵略開始以来どう見ても正常とは思えない作戦行動を取り続けているロシア軍には当てはまらないと指摘する声も多いんだ。もし本当にロシア軍が撤退するとして、最前線の部隊に撤退を伝えないことは間違いとしても、しんがりに最精鋭部隊を配置して損害を出すことをせず、最前線には練り度の低い動員兵で編成された部隊を配置し、後方に脱走や投降を防げる特戦隊を配置した上で、真っ先に最精鋭部隊を撤退させるだろうとの見方が主流だな。また、今回の反転攻勢の攻撃軸の一つには、ドネツク州の南部を流れるモクリアリー川沿いにウクライナ海軍歩兵4個旅団が投入されていて、アゾフ海の港湾都市マリウポリやそのすぐ近くにあるヘルソン州ペルジャンシクの奪還を狙う攻撃軸を同時に展開させているため、ロシア軍が本当にザポリージャ州に展開させた第76新鋭空挺師団などの精鋭部隊をマリウポリやペルジャンシクの防衛に当たらせたとしても、ウクライナ軍ではやはり精鋭とされる海軍歩兵旅団に任せるのみで第9軍団への作戦指示は変わらないだろう。そして、もしロシア軍の罠にはまっていたとしても、第9軍団がトクマク近郊に迫った場合、反転攻勢作戦の進捗が遅れ間もなくぬかるみが発生して戦車などの移動が困難になるこの時期に、トクマク奪還を目指してさらに攻撃を仕掛けることなくトクマクを包囲したまま春を待つとの見方が大勢で、この軍事評論家が主張するようにウクライナ軍が戦力を消耗するような行動には出ないと見られているよね。また、トクマクにこだわらずアゾフ海に到達してロシア軍のクリミア半島への補給路を遮断すべきとの軍事評論家の主張に対しては、そこまでしなくとも最前線をトクマク近郊にまで進ませることができれば、クリミア半島のロシア軍を十分に追い詰めることができるとする見方が出ているよ。その理由としてウクライナ軍に、高機動ロケット砲システムハイマースや M207 などの、アメリカ製の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程 300km の短距離弾道ミサイルエイタクムスが供与されたことが大きいとされているな。ウクライナ軍にはこれまでにもイギリスとフランスから、射程 250km とされる航空機発射型巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG が供与されていて、最前線の遥か後方からロシア軍の兵站施設や補給路への攻撃が可能となっていたが、そこにエイタクムスが加わり、さらには射程 150km マースから発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾が間もなく供与されることになるぜ。これらは GPS 誘導によって目標を正確に破壊することができ、ロシア本土とクリミア半島を結ぶ陸の回廊を攻撃して遮断することができるため、ウクライナ軍が冬の訪れまでにアゾフ海に到達できなかったとしても、クリミア半島を兵糧攻めすることができるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。